グーナ。宜野湾市にあるラグナガーデンホテルのランチ。カボチャって言ってトマト食べた。美味しい。うん。リアル一番ね。ガトーショコラを待つ人。来ると願っている。いや、どんな綺麗で待ってる。あ、ほんまに食後の筋トレ、明けましておめでとうございます。マスクだから。マスクのマス。2021年の第1弾ランチバーフェ行ってきました。今回はラグナガーデン。吐きそうなんです。もう食べ過ぎた。ランチは11時半から時半まで。でお一人2010円。2010円だった。レシートもう一回ね。料金がお一人2010円で2人で4020円でした。まあまあ良かったんじゃない。値段2010円分は食べたと思う。うん。ただ自分の好みのもので満足したかというとそうではない。珍しくいろんな種類が食べれたって自分は。うんうん。ジミーに比べたらさ、それはあるよね。麻婆豆腐もあったし、辛いけど汁なし担々麺とか、うん、あとシェフがパスタとか作ってくれてるし、あと天ぷら、揚げたて天ぷら、うん、あれ美味しかったんじゃない。シソ天ぷらがうまかったって、うん、塩もウコン塩と炭塩と抹茶塩、3種類の塩が用意されてました。美味しかったね。うん。でも心残りが、あの最初にあったガトーショコラがなくなってた。なくなってた。だいたい同じメニューがちゃんと追加されてるからさ、あるだろうってラスト1個の時に思ったからさ、売り切れって。売り切れた。そこだけが悔いが残ってるけど、でも美味しかったよ。料理がさ温められてないからさ、作られたのが、温
て高いなんかに入ってるわけじゃないから、うん、基本料理は冷めてます。麻婆豆腐は多分微妙に、麻婆豆腐はあったかいやつに入ってるかな。あれ多分やらないと多分片栗粉が固まるんじゃない、うん、なんか豪華に見えた普段食べてるバイキングとかだったら、うんうん、ね、種類とかクオリティで言うと高かったと思う、うん、パンも美味しかった、から2,300円の価値はあると思う。晴れてたら景色もいい。景色もいい。今日は風が強すぎて、外のプールがなびいてた、うん。波が立ってた。ね、ジャブ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 って。感染症対策は、席にもう手袋がセッティングされていて、着席時以外はマスク着用お願いしますってこと。あと料理取るときはマスクで。で、アルコールスプレーは結構いろんなところになった気がする。ね。客さんは、まあぼちぼち結構いたけど、思ったよりいた、うん、思ったよりいた、もっとガラガラかなと思ったけど、思ったより団体さんはいなかったね。だいたい2人3人とか、うん、夫婦か家族じゃん、うん、なんか去年のさ、あの石垣旅行とかさ、他に行ったバイキングとかに比べたらさ、みんなちゃんと手袋きれいに ちゃんとつけてた。つけないで料理取ってる人いなかったと思う。みんな感染は意識してた、うん。ケーキがね、私たちのメインのケーキがね、うん、ほぼ食べれなかったんですよ。9割ホテルならではのケーキだ。あっさりしたケーキ食べたい人は好きじゃない。なんで全部フルーツだったんだろうか全部フルーツだった。うん、ちっちゃいオシャンティーなケーキみたいなのがいっぱいあったよね。うん、コーヒーも普通だった。アイスクリームは美味しかった。うん、サムそうだったって見て。バニラアイス、バニラソフトクリームとマンゴーだった。うん、美味しかった、うん、一番美味しかったのはサーターアンダギー漬物。うん、パッと出てくるのが、うん、眠ってるのかなと思ったんだよ。何が美味しかった一番？シソ、シソ天ぷら、うん、パリパリしてた。鶏の残儀も美味しそうと思ったけど骨付きだったからさ。何で残儀って？ダメだ、何も出てこない。豆腐のサラダとかしか出てこないどこにでもある。なんかそんなにいっぱい取ってないはずだったのにさ、うん、デージョンの子いっぱいになったっけ。いつもなら2回食べるのにね。うん、どれ無理だった。お腹空いてたんだよ朝デージ、うん、夜行くのと雰囲気違うよね。うん、ね、夜の雰囲気がでも好きかな。綺麗だよね。もっと高級感がある、うん、メニューも多分違うよね。ちょっと多分ローストビーフはなんか土日限定みたいに書いてあったよ。あったんじゃない今日天ぷらの隣。うん、ローストビーフは食べないんです。肉好きで。あ、土日、うん、あ、赤い肉は食べないんです。赤かったね。お休みの時間、行く時と帰りのテンションの違いも面白いかもしれない。うん、ドゥーンってなってるって。だいたいでも眠いんじゃない。沖縄本島でおすすめのランチバイキングのところがありましたら教えてください。1年間またやっていく、2021年、うん、今度はランキングじゃなくてご紹介形式でいきます、うん、偏った目線でご紹介していく偏った目線、偏食2人の偏った目線でご紹介していきます、うんうん、はい、じゃあ第1回ラグナガーデンのパセオガーデンでした、うん、でした。バイバイ。バイバイ。